どうも、こんにちは。メールの方ありがとうございます。いや、非常に嬉しいですね。私のいる町のトンショウさんですかここは行ったことがないんですけども、前々からね、ずっとね、気になっていて、いつ行こうかな、いつ行こうかなと思ってたんですよ。で、私の住んでるところの近くには、ほんとね、この揚げ物やトンカツ屋さんが多くてですね。 あのトンキさんっていうところ行ったりとかね勝勝さんっていうところ行ったりねあとチェーン店で、ね、カツ家っていうのがあるんですけどもこの辺りにいつも阻まれてねトンショウさんにはねなかなか足が伸びなかったんですよいやこれを機会にご一緒するのもいいですねで、えー、私のコンサルなんですけども1年間の契約なんですよね やっぱ FX って1年ぐらいかけていかないとなかなか積み上がっていかないと思います。で、実際 FX のオリガルヒって1年かけてやりましたけども、あの、まあ、これからも続きますけどね、オリガルヒっていうのは10年ぐらいを目安にいきますんでね、まだまだやりますけども、でも1年かけてレンジオプションをマスターした方ってのはどのぐらいいるのかなと思った時に、あの、レンジオプションをマスターしましたみたいなね、声を張り上げて私の方にメールを送ってくださった方ってのは、ちょっとまだ目立たないんで、まだまだ難しいのかなと思っております。 ただですね、やっぱりこう、FX って技術の積み重ねなんですよ。そのうちの一つが、レンジオプション。で、トレンドっていうのもありますけども、上昇トレンド、下落トレンド。これは滅多に起きませんのでね。これだけを狙っていこうと思うと、なかなか利益が取れるポイントって少なくなっちゃうんですよ。だいたい相場の7割は、レンジオプション。 3割がトレンドですから、やっぱりね、レンジオプションをマスターすることによって、トレンドができる人よりも倍とか3倍とか稼いでいけるんですよね。それから損失もあんまり出にくいです。それに反して利益は取りやすいですし、まあ、今週みたいにね、ファンダメンタルがものすごく集中するような日銀の政策会合があったりとかね、それから木曜日の GDP 総計があったりとかするときっていうのは、相場からあ、あの、玉を抜くこともできます。で、あの、1日ごとの レンジオプションが使えるようになってくるとこれをね拡大して1週間のレンジオプションこれが利益がでかいこちらの方にもいけるようになりますただし1週間の玉っていうのはですねデイトレードに比べると結構な金額を消費しますのでやっぱりこう余剰資金が増えてからじゃないと週足っていうのはなかなか手が出せませんそのあたりも このねコンサルですとしっかりとお伝えすることができます、まあ、私のエントリーポイントですかストップロスとかねテイクプロフィットラインっていうのは、まあ、お伝えしないことはないですけどもただそこをねやってもね力がつきませんのであんまり意味がないと思いますよあのコピートレードをおすすめしてるわけではなくて一人一人の力に合わせてね、えー、テクニカル技術をつけることを私は推奨します、まあ、ですのでこれね本当にね気持ちはわかるんですよ トレードがちゃんとできてる人と同じところでエントリーして、同じところで利確をしてってことができればなと思いますけども、まあでもね、私の横にいて、実際に一緒にやるんだったら別ですけども、やっぱりタイムラグが生じますんでね。うん、だからそのことを考えると、まああの、いつもいつもここでエントリーして、ここで利確をするんですよってことが、まあ伝えれるわけではないんでね、やっぱり遠回りになると思います。この辺はなかなか捉えにくいところだと思いますけども、でも実際お会いするとね、 あのー、そういうことも、まあ、目の前でやることもできますんでねでそこで、うん、瞬間的にあのその時都合よくね、あのー、エントリーポイントが出たりとかテイクプロフィットに即したような時間帯が来るかどうか分かりませんけども、うん、多分リアリティを持ってお伝えできるんではなかろうかと思いますね、うんまあ、だから FX のねなんかこの難しいところ難しいところっていうのは自分の力をつけていこうっていうふうに、ん、まずは自分のマインドセットができるかどうかってことなんですよね まあレンジオプションなんてのは非常に理屈としては分かりやすいんでマスターしていただければなと思いますでちなみにその、えー、とコンサルですかコンサルっていうのはね私の方から課題を与えてそれをやっていくってことを繰り返すんですよで与えた課題に対してどのように回答していけばいいのか分からないってことを私がさらに答えるって感じです要するに出題者が答えますんで そうするとね、どこが分からないのか、まさに一人一人明確に分かっていくんですよ。ただし、このコンサルってのは、全員ね、10人とか20人とかとてもできませんのでね、やっぱ年間に1人とか、頑張って2人が限度なんですよ。で、えっ、ー、と、今年まで、 一人の方がね、4年目を迎えて、43歳の女性の方ですけどもね、この方が39の時から FX を私のコンサルを受けてくださって、めでたく今年卒業ということになりまして、今ではほとんど私のね、手ほどきなく自力でやってらっしゃいますんで、そろそろ私も、この方へのコンサルっていうのはあ、使用を引くかなっていうところでございます。まあもちろん今年最後の契約だったんでね、もう更新はされないみたいですけども、今年のコンサル費用その方300万払ってくださってですね、<laughs> いいいやありがたいこととだなと思います昨年は200万その前が200万その前が100万ということで進んできました合計800万のコンサルフィーですけどもしかしですねこの4年の間にこの方はね4000万以上稼いでますからね。 で、FX が全くできなかったところから、今はもう FX の指導者になれるぐらいまで力がつきましたからね。ただし、この方は人に指導する暇よりも自分でしっかりと FX で稼ぐのと、あとは恋愛相手、結婚相手を探したいということなんで、まあ人前に出ていく余裕はないそうなんですけどね。まあこんな感じでね、大体いいね、FX する方って人と関わりたくない方ばかりなんですよ。まあ私は例外的にものすごくおせっかいなんでね、まあ、あ ラーメン屋でね、なんかお話ししたりとかね、とんかつ屋行ったりとかしてみたいなって全然ありますんで、えー、なんか日程調整してね、えー、もしよろしかったら、本当にお会いしてですね、えー、みっちりと、おなんかね、いろんなトークに花を咲かせたいなと思っております。まあ、一旦以上のような形で返信動画にさせていただきました。はい、本当に今回のメールありがとうございます。えー、これからますますね、仲良しになっていきましょう。それではお疲れ様です。